大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。先生こんにちは。こんにちは。今日は黄色ですか。あ、はい、黄色ですね。いつも明るい色が多いですね。そうですね、明るい色を着ると、はい、やはりこう気分的にも元気になりますよね。そうですね、はい、今年はまた春ビタミンカラーが結構流行してまして、はい、ビタミンカラー、グリーンとかですね、イエローとか、オレンジとか、はい、はい、オレンジがかったピンクとか、そんな色が結構こう出てますね、そうですよね、本当に素敵なんですけど、はい、ありがとうございます、はい、先生講演会もいつも何回も、はい、年に 何回ぐらいされますか。講演会、そうですね、去年ですと1年に19講演会、すごいですね。スペシャルセミナーっていうのもあるんですね、講演会をもっと深く、講演会というのは奇跡の講演会というのを出演させていただいてるんですが、はい、ありがとう奇跡の講演会というのは、はい、初めて出る方に分かりやすく、はいはい、講師の先生が、内容を説明してくださるもので、でもっともっと知りたいという皆さんが、はい、何かもっと少し質問できたり、たくさん、そういう場を設けてもらえないかという声で、はい、始まったのがスペシャルセミナーというのでして、こちらも含め19回、はい、はい、精力的に活動されてらっしゃる先生ですけど、はい、はい、ありがとうございます、その講演会やスペシャルセミナーの前、何かされてるんですか。そうですね、まず会場入りしますときに、先日の、先日っていうかかなり前ですが、2月12日の大阪講演会の時もですね、講演会大抵始まるのは普通の講演会が1時からなんですね、1時に始まるんですが、もう6時半から会場前に並んで待っててくださったんですね、すごいですね。結構皆さん早くにですね、来てくださって並んでくださる、それは本を販売させていただいてるんですが、そのサイン券、本を買ってくださった方に、サイン会の券を配布させていただいてるんですけれども、それが枚数が限定されてますので、それをゲットするという意味とか、あと席が自由席になってますので、席をいい席を取りたいということで、もう早くから並んでくださって、本当にありがたい、そういうことを聞きますと、私は入り口、裏から入れる入り口があるんですけど、やはり皆さんのお顔を見てから入りたいなと思いまして、大阪の時も皆さんが並んでいらっしゃるところから、会場の方に入らせていただいたんです、そうするともう先生先生っていう感じです。でもですね、初めて来られた方は、私の顔っていうのはあんまりご存じないんですね、ですから知ってらっしゃる数人の方が、大森先生だとか言ってくださって、ね、大森先生とか来ると、ああ大森先生やみたいな感じで慌てて、なんかこうカメラ出したりですね、携帯を出して、撮ったりとかですね、そういう風にされたりとかで、本当に私も感謝しながら会場に、入らせていただいていまして、会場に入りますとまずリハーサルがありますので、リハーサルで立ち位置を決めたり、あとはスポットの位置であったり、あとマイクの音量やそういうことを、しまして、その後は控え室に入りまして、あとはもう皆さんが質問箱に質問っていうのをたくさん入れてくださるんですね、質問箱がその会場にあるんですか。会場の受付に置いてありまして、開演前までに質問は入れてくださいというふうにお願いをスタッフの方がされて見えますので、皆さんたくさん一人で何枚も質問を書いてくださる方もいらっしゃるんですけれども、それでその質問がどんどんこう、控え室に届いてきますので、でそこからどの質問に答えるかということも神様が選んでくださるんですね。そうですか。もうこれこれみたいな感じで、選んでくださいますので、でやっぱりあんまりギリギリの時間にですね、出された質問っていうのはなかなか、ちょっと選ばれる可能性が低くなってきまして、やはり最初の方に入れられた質問っていうのが答えていただける可能性が高いですので、これは皆さんにも、コツとして覚えておいていただきたいなと思います、
本当にたくさんの質問が、ね、寄せられまして、その後はやはり、本当に質問に、会場の中で、質問を読んでいただいて初めて、高次元の存在神様にお伺いして、もうずっと集中しましてお言葉をその場で答えさせていただくということをしてますので、全身全霊で皆さんの質問に答えさせていただいてて、すごくこう、集中しなくてはいけないので全員の質問に本当答えさせていただきたいんですが、時間がないのと、体力がちょっと持たないということもありまして、限られた方だけですので申し訳ないと思うんですけれども、あと講演会前にメッセージが降りてきたりということもありますので、今日の講演会に来た方にこれを、このメッセージをあげてほしいということで、メッセージをバーッとこう聞こえるメッセージをすぐその場でバーッとこうノートに書きまして、講演会で先ほど降りたメッセージですということで会場にお見えの皆さんに読ませていただいたりとか、本当に講演会は一つ一つ物語ストーリーがありまして、講演会みんな同じでしょうって思われるかもしれませんが、全く違う、やはり参加される方の心を見られて、その講演会ごとに神様がされてる講演会だなって自分自身もすごくね、思います。そうなんですね、はい、ぜひまた一度は、よろしかったら遊びに、講演会に遊びにいらしてください。本当に最近、リピーターの方もすごく増えてきてくださいまして、でまた講演会すごく良かった、奇跡が起こった、なぜ奇跡っていうかというと、やはり参加された方にいろんな奇跡が起こるんですね。もう本当に、肩こりの、が本当に治っちゃったなんて、1回目の時、確かね、この辺が重いのがすっきりしたとおっしゃられたんですけど、そういうことは日常茶飯事で講演会では起こってまして、あとよくありますのが、杖をついて会場に来られた高齢の方が杖を忘れていかれるとかですね、もう杖とか、あと車椅子で来られた方が歩けないとおっしゃってたのに、車椅子から立ち上がってお手洗いに行かれたりとか、ご家族が一番びっくりされたんですけど、そんないろんな奇跡がですね、起こってます。それはすごいですね、やはり参加された方の心を見て、こう高次元の存在の方が、その方の具合を良くしてくださったりとかですね、ついているその方についてきたゴレさんで、そのついてきたゴレさんが悟られて離れられることで体が軽くなったとかですね、人によっていろいろなんですけれども、奇跡の講演会、ぜひもしよろしければまたご参加ください。会いに来てください。ここで先生のサイン会のお知らせです。3月31日の土曜日です。栄にあります丸善書店さんで行われます。そして大阪になりまして、4月の1日の日曜日です。紀伊国屋書店梅田本店で行われます。そして博多になります。次は4月14日の土曜日、紀伊国屋書店福岡本店です。そして次の4月15日の日曜日にはスペシャルセミナーが行われるんですね。これもまた JR 博多シティで行われます。講演会されるところと一緒のところですね。そうですね、スペシャルセミナーですね、初めての博多でのスペシャルセミナー、今までは岐阜でしかスペシャルセミナーを行わせていただいてなかったんですが、こちらは講演会と違いまして、朝10時から夜の6時ぐらいまで、びっしりとずっと一緒に、皆さんと一緒にいさせていただきますので、質問もたくさん受けますので、よろしければご参加ください。そして講演会のお知らせもさせてください。なんか今プロデューサーさんが後ろに五光が差してるっておっしゃってるんですが、なんかね、後ろに五光が差してるんでしょうか、画像で見えるんでしょうかね。何か五光のような光が出てるとおっしゃってみます。そうですね、蝶葉は黄色で調和をしてらっしゃいますもんね。 ありがとうございます。ごめんなさい、講演会のお知らせです。
4月22日の日曜日は東京都の日本教育会館一橋ホールで行われます。はい、そして5月13日日曜日、広島県広島国際会議場でも行われます。はい、そして5月27日日曜日、愛知県のウィンク愛知で行われます。はい、6月2日の土曜日、北海道になります。ジエリア、これは札幌市障害学習センターというところのジエリアで行われます。はい、6月17日の日曜日は福岡県の JR 博多シティで行われます。はい、そして最後7月16日月曜日の祝日になります。はい、これは岐阜県の長良川国際会議場で行われます。そうですね、地元の皆さんも来ていただけると嬉しいです。はい、はい、皆さんどうぞお越しになってください。はい、これからたくさんお会いできる機会があると思います。よろしくお願いしますね。先生、19日に、渡良瀬ボル3が発売されましたし、渡良瀬ボル3、が、ね、19日に発売されましたし、今度の表紙見ていただいたら分かると思うんですが、カラーがイエローです。イエローですか。はい、とっても綺麗です。ブルー、ピンク、そしてイエロー、はい、ね、これも全て上からの5ケージで決めさせていただいております。そうですか、はい、皆さん本当楽しみですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではまた、はい、本当に早いんですけど、またお時間になってしまいまして、今回もたくさん、皆さんにもね、日本全国の皆さんにも、先生のお話をお伝えできますしね、そしてラジオもまたこれからも先生頑張っていきましょう。そうですね、はい、YouTube もまた見てくださいね。はい、これは全世界流れますので、はい、じゃあ、もう時間がないので、はい、大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク、じゃあまた来週。 See you next week. Bye.